どうもです。皆さんこんにちは、こんばんは。というわけで今回はスパイダーマンまた続きの方やっていこうと思います。それではね、メインミッションの続きですね。前回はフィスクの手下が工場跡で何かやってるっていうことでそれ退治して、でその後はニューヨーク観光、見晴らしのいい場所に行くっていう風に書いてあって、なんか写真を撮ってこいみたいなこと言ってましたね。なんで、次はそれをやっていこうと思います。さあよろしくお願いします。さあどんどんストーリーやっていきましょう。サイドミッションも結局のところ今のところまだあんまりないですもんね。マップ解除してその辺のなんかこういろいろとアイテムを手に入れるまでは。いやー夕日いいですね。めちゃくちゃ綺麗。さあで今回、前回終わり際にこういうなんかアクションができるのを手に入れたので、こういうのでなんか成功させると経験値もらえるみたいですね。あ、ここだ。おなじみエンパイアステート、ニューヨーク最高。それじゃチーズっと。ここで、カメラを出して L2 で構えながら R1 で写真撮影。これでいいのか。エンパイアステートビル、マップが調整されたはず。へえ。ビューグルやめてから写真撮ってなかったな。大好きだったのに。ランドマーク見かけたらガンガン撮ろっと。なるほどね。こういう写真を撮るところも街中にいっぱいあるみたいですね。なんか自撮りモードみたいなのもあるみたいで、すごいですね。リーさんだ。もしもし。ピーター、マーティンだ。メインのパーティーの支度にもう少しかかりそうだと伝えたくてね。ケーキの配達が渋滞で遅れてるんだよ。わかりました。準備が終わったら僕も向かいます。わかった、また後で。それじゃ時間潰すか。街の様子をチェック。ってことはしばらく散策しないといけないのか。じゃあそこに電波塔あるから、あれでマップ解除しましょうか。スピード強。よし。全部隊、衝突事故の現場で市民を救助せよ。タイムズスクエア近くで事件発生、慎重に対処せよ。なんか事件も起きてるみたいですね。タイムズスクエアだからこの付近かな。こんな感じか。よし。お、警察署の上みたいですね。近くにビューポイント、ビューグルだっけ、写真撮るところとバックパックもあるみたいだからそれも行っておこっか。確かメイおばさんが誕生日だからそれお祝いしたいけど、そのお祝い用のケーキがまだ届いてないらしくて、それを待ってるみたいですね。これがこれでいいのかな。オッケー。何ここ、ニューヨーク図書館。これ中入れないかな。さすがにその建物の中は入れないか。入れたら最高なんだけどね。でこの向こう側に屋上かな。リーさん、バックパックもあるみたいだけど。お、リーさんから連絡来たね。パーティーの準備ができたよ。オッケー、向かいます。どこだろう。あ、ここ取った記憶があるな。1個前のセーブデータ。全部隊に次ぐ。武装強盗が発生中。どうもマギンズさん、家賃の件だったら。パーカー君、これで3回目だ。最後通告だぞ。立ち退きの手続きを。あ、待って、今週末に給料が入ったら。営業終了時間までに全額支払わなければ金曜日に手続きを開始するからな。それじゃまた。はあ、最悪。パート1の一番最初の冒頭で家賃ね滞納してるっていうシーンありましたけれども、ずっと続いてるみたいでそろそろやばそうですね。最終勧告みたいなのが来ましたね。この下でなんかやってるみたいなんで寄っていこうか。どこだ、ここじゃないのか、上か。あ、いた。お邪魔します。ねえ、フィスクの部下はもっとプロだよ。せーの、これ使って、これ結構便利なんですよね。くるくる回すから3人の敵に背後から攻撃する、壁にくっつける。あ、いた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 。ちょっ
ったら、インパクトに変えて、これでいいのかな。で、こんな感じ。あ、違うな。あ、もうダメだね。敵がいないからくっつけられない。こう考えてよ。僕が邪魔してあげたおかげで、次行こう。次近く済んだってさ。オッケー。カバンどこに置いたんだっけ。あったあったあった。これで着替えて誕生会のとこに行くのかな。リーさんはキッチンで準備をしてるはず。さあ、ウェルカムトゥーフィースト、フェストかな。ホームレスの人とか生活がちょっと難しい、ちょっと苦しいってなってる人を援助するような施設らしいですよね。本当？今度教えて。なんかあのパート2だったかな、どっかでサブミッションで助けた女の人をここに誘導しましたよね、ピーター・パーカーも。どうも、ゲーム中。どっちが勝つと思う？俺だよ。あんたボケたんじゃないの？ピーター。こういうね、ポイントは楽しむってとこだろ。こいつ任すの、楽しんでるとこ。おい、寝ぼけたこと言ってんじゃねえぞ。お前もやるか、ピーナッツかけてな。残念だけど、僕は遠慮しとく。楽しんで。こういう会話もね、ちょくちょくあるから面白いんですよね、NPC との会話も。ついついこう聞きたくなっちゃう。で、ここの施設の運営に、さっきのリーさんって人と、メイおばさんが関わってるみたいなんですよね。元気してた？あ、いたいた。これがリーさんだったっけ。あの、リーさん、遅れてすみません。時間通りだよ。準備が終わるまで彼女の気をそらしておいて。任せて。おばさん、元気にしてた？ピーター、突然どうしたの？手伝う。ええ、助かるわ。ああ、確か重い荷物。ダメ、待って。いや、つまりその後で手伝う。実はその今日はちょっと話があって。あら、そうなの？ん？そのピーター、様子が変よ。お金がいるの？いや、まあ家賃は滞納してるけど。でもそうじゃないんだ、平気だよ。また恋の悩みね。そんな、まさか。 MJ のことは本当に残念だと思うわ。いい子だしね。だよね。でもきっと子供も可愛かったはず。ちょっと、ああ、ピーター、何なの？ほら、話して。おばさんのおかげで僕は大学を卒業できただろう。見返りも求めず、おばさんは必死に働いてきた。みんながおばさんみたいだったらなって。その通り。5年前君はここにやってきた。人助けをする私に感銘を受けたと言ってね。君のおかげでここまで来られた。今までありがとう、メイ。そしてこれからもよろしく。今日はありがとうございました。大したことはしてないよ。いつも言われるんです、一人を救えばみんなが救われる。彼女に市長を説教してもらうといいかもな。あ、行かないと。あの、パーティーありがとうございました。本当に感謝してます。ユリからの留守電だ。外で聞こう。おい、ピーター。さあ、さっきムービーで言ってたかな、ちょっと2回目のシーンだったんで注意して聞くの忘れてたんですけど、メイおばさんはピーターの両親が死んじゃってて、その後に引き取ってくれた人みたいですね。よし、じゃあユリから電話が来たみたいなんで聞いてみましょう。OK、 愛すべき人クリアということで、あ、これでクリアだったんだ、ミッション。フィスクの私物を扱ってるオークション会場で警報が作動したの。見てきてくれる？こっそりね。大事にはしたくないから。フィスクの私物セールか、面白そう。キングピンのお宝拝見しちゃおっと。さあ、そっか、このミッションか。どうしようかな。時間がまだ10分ほどだから、
もうちょっとやりたいけど、結構これ長かった気がするんですよね。サクッと終わらせたらいけるかな。こっそりって言ってたな。裏口を使おう。よし、こっから少し隠密ミッションが始まりますね。そろそろ我慢の限界だ。ファイルは一体どこにある？他にも人がいるの。きっと持ってったのよ。あの仮面何者だ？ここには俺たちしかいない。ファイルを見つけなきゃ命はないぞ。まずいな、バレたら彼女が危険だ。こっそり倒さないと。あれ、あの仮面目のところに穴あったから。前見えてんのか。男たちと人質一人、強盗事件ってとこだね。了解、部隊をそっちに送る。それまで事態が悪化しないように頼むわよ。やってみる。悪化しないようにいけるかな。よいしょ、こっそりとねやっていきましょう。隠密もね面白いですね。気づかれたらまずい。さあ、ウェブシューターで音を立てると引き寄せられるから、近寄ってきたのをハグフィニッシュ。すごいですよね。なんかスパイダーマンならではの隠密って感じで。よし、次はあの奥かな。でね、そろそろねあのキャラクターも出てきます。ちょいちょいねストーリー中に名前出てましたけども。 OK、 通気口から倒す。こっそりとね、結構音鳴らしてるけどね。で、降りればよかったんだっけこれ。うわ、危ない。結構いるからね。敵の背後に回ってステルスフィニッシュを繰り出す。静かにしてるよ。誰か来る。下から見えちゃうな。オッケー、誰か来るんで一回隠れよう。他に人がいるの。本当よ、きっとあの子がファイルを。いるっていうな。どこにいるんだ。わかんない、そんなの知らないわよ。急がないと、怪我人が出る前にね。なんかファイルを探してるみたいですね、仮面の男たちは。これ降りて大丈夫？眼睛睁大点，有开了。で、これ前回のパートぐらいで言ったかな。危険アイコンが表示されている敵は、近くの敵に倒しちゃうと気づかれちゃうから、簡単にすぐ倒しちゃいけないみたいですね。で、R3でもう一回オブジェクトを調べると。で、こうやって音を立てて安全になったところをこっそりと。ちょっと画面暗いか。後で設定上げておこうかな。てか今上げよう。 OK。 さあ、これで終わり。よし、であれ、なんだこれか。なんか引っかかってますね。調べましょう。これってもしかして。動くな。あのさ、動くなって言われるたび守ってたら。ピーター、元気？ MJ、 ここで何してるの？そっちと同じ仕事よ。というか、だった。あ、そういえばこれ君のだ。うん、ありがとう。で、ロビーに不法侵入の記事書けって言われた？まあ、ロビーはここにいること知らないし、ちょっと前までは不法侵入じゃなかった。え？つまりね。さあ、ここから15分前ということで回想始まります。 MJ のお話に入りますね、しばらく。ああ、どちら様？どうも、メリー・ジェーン・ワトソンです。フィスクの件で取材を。クレイグとは明日の約束だけど。私、せっかちなタイプで。私は違うわ。明日来てちょうだい。ああ、はい、すみません。あ、
あ、クレイグ？ごめん、ただ表紙は変えないとダメになるかも。わかんない、あ、表現派の作品とかは？やっぱり今日やってもいいわよ。本当に？もちろん、善は急げよ。ありがとう。クレイグ、やっぱり平気そう。始めましょう。電話はフェイクだった。見ておいてちょうだいね。うまいですね。準備ができたら爆蔵のところに来て。はい。MJ は新聞の記者みたいなことをやってるみたいですね。かっこいいですね。初めてピーターがリスクと戦った時、これで切り刻まれたんだっけ。瀕死のピーターがうちの庭で倒れてて、パパの車で救急病院に連れてったんだよね。それ以来。看護師 MJ 大活躍なんだね。まだ二人が付き合ってた頃の話かな。なんかね、本当音楽もいいですよね。フィスクが芸術品の違法輸入始めた時のこと覚えてる。追跡されないように港を買って、私のパパみたいな古株をクビにして、あいつは逮捕されたってパパに教えてあげたいな。結構ね、この辺のオブジェクトとか凝ってるんですよね。なんか全部結構、しかもこの説明とかも細かいしね。手巻きタバコ、シムカリア、ニュースになってなかった？あ、ちゃんと口も動いてるんだ、このセリフ喋ってる時。 MJ も可愛いですよね。さあ、いろいろあるけれども、これね、確か後でまたこの人がローズが説明してくれるんで、よし、取材開始しましょう。始めましょう。一点物の柿右衛門のバクよ。うわあ、綺麗。三船ですか？そうよ。フィスクさんはとても、ついでに撮っとく、この人。趣味がいいの。彼とは逮捕前からのお知り合いですか？まあ、仕事上はね。販売のお手伝いよ。先に行きましょう。さあ、ここからね、ローズがちょいちょい説明してくれるみたいです。よくできてますよね、この辺のものも。伝統的なたらし込みのにじみ技法を使った極上の一品よ。この匂い素晴らしいですね。これがフィスクのお気に入りだったんだ。すごくフィスクっぽい。相対性を好んでたわ。静かな想像の中に破壊の叫び声が聞こえるって。取り扱った品物の中に非正規のものもあったんですか？いえ、まさか。あるわけないでしょ、私が知る限りは。こういうものの中、コレクションの中に何かあるみたいですね、重要なものが。このお茶会用の鉄瓶の複雑な細工を見て。これか。検察局の友人がフィスクは美術品販売を利用して盗品を売ってるって。私がそんなこと知っているわけないでしょ。ですよね。ただその、彼も逮捕されたし、何かおかしなことに気づいてたなら。悪いけど、実はもう時間がないの。今のうちに表紙用の写真を撮りましょう。あなたの取材をするってさっきの友人に話したら、名前に聞き覚えがあるって言ってて。とにかく写真を。そこに立って。写真をって言われたけど、こっちか。なんかいろいろこう、深いところ聞き出そうとして逃げられてる感じですね。ほら、オフレコでいいから、フィスクの活動について。あなたの読者はそんなことに興味ないでしょ。もう待ってて。うわ、待って、あれって写真撮らないと。な、よし、クレイグ、かけ直すわ。奥にもなんかあるみたいですね。ごめんなさい、今日はもうおしまいにしましょう。ああ、あの、トイレを借りてもいいですか？ええ、ついてきて。ありがとう。ここ本当に素敵な場所ですね。ええ、あなたは見納めになるけど、角を曲がったところよ。急いでね。もちろん、すぐ戻ります。もう入ってこれなくなるみたいですね。多分いろいろこう聞いちゃったから出禁にされちゃうのかな。ああ、クレイグ、
ちょうどよかった。あなたがよこした記者、約束してた宣伝用の記事書くつもりないみたいで。いいえ、ここにいるわ。なんとかして奥の部屋に行かないと。あの像が予想通りのものなら特ダネになること間違いなしだもん。彼の予定が変わったですって。 OK、敵に警戒されると。敵なんだね一応。黄色の果てマークが表示されて捜索が開始されると。敵に発見されるとびっくりマークになるから気をつけようということですね。あなたの記者じゃないなら一体誰なの。今この会場にいるのよ。さあ、あのローズが立ってる奥の扉に行きたいから、タイミングを見てあの奥まで行きましょう。あなたに解決できるとは思えないけど。今はとにかく潜入調査中の記者を逮捕してもらうのが先でしょ。これ今行けるかな。あなたに落とし前つけてもらうのはその後よ。危なー、ギリギリ。もちろん今のは脅しよ。これクレイグっていう記者から派遣されてきましたって言ってたけど、ええ、そしてそれは全部嘘だったんですよね。でこのローズもクレイグと知り合いだったみたいで、それバレちゃったみたいですね。まさかね、この MJ を操作するパートがあるとは思わなかったですね。さあ今いけるかな、ええ、よし。ドア開け閉めの音でバレそうな気もするけどね。ここに証拠を隠してたって。押収されなかったんだ。この像を開けられるんだっけ。どうやって。さあこの像に何か秘密があるみたいなんですけど、まだ調べられないか。ここに何かヒント隠されて。後ろに仁王像がある。でも何か違う。あー、フィスクとさっきの女性はなんか仲が良かったみたいですね。資料がありますね、うん、何かを持ってるみたい。さっきの像ですね。もう一個あったね。こっちも見てみましょう。像は動かせる。代表的なポーズは秘めた力。口を閉じて左腕を下ろし、右の手のひらは正面に。うん、そのポーズにすればいいのかな。口を閉ざさせて左手を下ろして右手を正面に。だっけ。もしかしてパーツが動くのかも。これか。 OK。 お、できたできた。丸で動かすと。右手は正面に、だからこういうことかな。クイック動くみたいですね。で左手は下ろすってあったから、あ、これだけでいいのか。で口は正面に、こうだっけ。よし、 OK。 あともう少し。 でも何か足りないみたい。そっか、この絵の通りに左手に持ってもらえばいいんだな。見たことがある。で、ごめんなさい、まだこれはね最近やったから覚えてるんですよね。これです。 OKOK、 こうだこうだ。よし、でこれを持っていって、はい、よし。ノーマン・オズボーン、これは何。デビルズ・ブレス、一体何の。あ、オズボーンの名前があったから、フィスクとオズボーンがつながってるのかな、やっぱ。すみません、ちょっとあなたここで何を。まずい。ゾウ、どこに。そこに。把文件找出来。中国人。あ、これでピーターが入ってきた時につながるみたいですね。出口に向かってたらあなたがいて。殺されてたかもしれないだろ。自分こそさっきやられそうだったでしょ。聞いて、誰だか知らないけど狙いはこのファイル。でもあんなにたくさんいたら脱出できそうにない。よし、 OK。 じゃあ、あそこに隠れて僕が悪者片付けたら君は逃げるんだよ。わかった。会えてよかった。ああ、だね。こんな形の再会は予想外だけど。笑える。私は予想してたよ。わお、 MJ 香水変えた。
こら、集中しろ、集中。ピーターはね、まだまだ MJ のことが好きみたいで、あんなこと言われたらちょっと考えちゃうんですね。こいつらを片付けないと進めそうにないな。さあ、それではね、まだミッション続いていくんですけれども、時間の方がちょうど良さそうなので、一回ここで区切ろうと思います。続きはまた次回となりますので、よろしくお願いします。隠れた。合図をくれたら脱出する。オーケー。でもあのファイルは、なんであいつらそんなに欲しがってるの？デビルズブレスって呼ばれるもののメモ。フィスクはその研究所の建設を請け負ってたみたい。それが何なのかわからないけど、フィスクが怖がってるパンドラの箱だって言ってね。あのフィスクが？君とファイルを脱出させなきゃ。待ってて。さあ、ちょっとこんなポーズになってしまってるんですけれども、それでは今回はここで終わりです。また続き始まりますので、続きは次回からですので、ね、よろしくお願いしますということで、最後噛んでしまって申し訳ないです。ではではでは、お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。